皆さんこんばんは、ガエルチャンネルです。今週は、スキップババのベルアイル、こちらのチャンピオンシップポイントも一段落しましたので、アドバンスド MX5 カップ鈴鹿サーキット、こちらに来ております。レースが25分ですね。ですのでだいたい10分ぐらいですかね、1周2分30秒ほどかかりますので、それぐらいのレースになると思いますね。今シーズンはウィーク1でニュルブルクリンクを走ったんですけど、その時は結構燃費走行しなければいけませんでした。ただ鈴鹿の場合は燃料は十分にありそうだということで、全開でですね行ってみたいと思います。さて、予選はですね2番手ですね。でトップが、しげるさんですね。でこの後ろにあつしさん、5番手にじゅんさんもいて、日本人たくさんいますよね。さあそしてレッドシグナルです。スタート。ああシフトが遅かった。このローンチは良かったんですけどね、走り出しは良かったんですけど、アウトから来られてるけど、はい、セーフセーフ。グリッドのままスタートしましたね。今週、今シーズンのテーマとして鈴鹿サーキットをちゃんと走れるようになりたいということと、あとは今週の日曜日にですね、ニュルブルクリンクの4時間耐久、これにチームを組んで4人で出走しましょうと。で私、それぞれ4人1人ずつ1時間ですね担当するんですけど、そういった意味も兼ねて MX5 ロードスターの感触を取り戻しておきたいということで、この鈴鹿サーキットに来てます。ただこの鈴鹿サーキットの MX5 あんまりね人気ないみたいで、これワンスプリットなんですよね。スプリット分かりませんでした、分かれませんでした。出走台数が20台超えと結構多い、キャパシティが大きいのもあってね、ウィーク1の時はだいたい2つぐらいにスプリット分かれてたんですけど、なんか思ったよりも鈴鹿は少ないですね。やはりみんなグローバル、アドバンスド MX5 ではなくて、ルーキークラスのグローバル MX5 カップ、こっちの方が人気は高いみたいですね。おー、うまい。この前のしげるさんを追いかけていきたいところですけど、この鈴鹿も昔からシミュレーターでは昔から古くはナムコのウイニングラン2からですね走り込んできた私としては、この速さを見せつけていきたいと思うんですけど、やっぱりねそんな速くないっていう、ここの試験員もですねインつけずミスしてますね。うわすんごい離れる。いや今の軽いミスが結構致命的ですね。で後ろがどうかな、アツシさんが来てますけど、どうだ、前よりも後ろが気になる。大丈夫ですね、大丈夫大丈夫。この1コーナー2コーナーはスキップバーバーの要領でアクセルをちょい入れながらブレーキを踏んでリアを安定させてますね。これが速いのかどうか分かんないですけど、そっちの方が進入しやすいのでそういう風にしてます。で使ってるのがアドバンスの MX5 ってセッティングができるんですよね。自由度が結構高くて、一方でルーキークラスのグローバル MX5 は全くセッティングができない、フィクストのレースなんですけど、ということで、セッティングの能力がない私は、今回もですねレイスシムコさんのセットアップを購入して、このレースに挑んでますね。この一言で言うと、オーバーステアが結構強いけど、そんなに走りにくいってわけではないと、そういうセッティングになってますね。ベースラインのセットだと特に S 字なんかはハンドルを切らないと曲がらないんですけど、このシムコさんのセットはハンドル切らなくても曲がるんですよね。その荷重移動でニュートラルステアでずっとクリアしていくみたいな、
であとは、おまけとしてレイスシムコさんがこのセットで走った鈴鹿のホットラップですね。もう あの走りが衝撃的ですね。あのリプレイ動画を買うだけでも200円の価値はあるなと思うんですけど、なんとこのセットアップファイルがついて200円ですよ。さあこれインにどうだ。今立ち上がりはね、しげるさんミスしましたけど、うん、こっちの方がちょっと早そうですね、うん、このまま自分のラインでいけば大丈夫そうですよね。アウト側にいるとこれサイドバイサイドで入れないですからね。さあそしてインから来るかな、来るかな、どうかな。大丈夫ですね、大丈夫、うん、今度はちゃんとインつけた。これね、今ちらっと見えたんですけど、今ね、イン側からなんかミサイルみたいになんか飛んできた車がいてびっくりしました。ちょっとね、視界の外から飛んできたんでびっくりしましたけど、なんかブレーキが壊れてたのかもしれないですね。とりあえずぶつからなくてよかった。さあそしてしげるさんがぴったりですね、後ろに。さあ、うん、まだまだしむこさんのようには曲がれないけど、慣れてくるとね、ハンドル切らないで曲がれるのがね、あれがすごいなと思いますよね。さあこのダンロップ、多分一番ミスしやすいのがあそこのダンロップですね。練習でも何度もスピンしてしまいましたね。結構トラクションがかかんないんですよね。さあそしてデグナー、ここあんまり得意でない、特にあのこのデグナー2ですね、こっちの方がなかなかね、他の人に比べると速さで劣ってるところではありますね。さあ後ろからしげるさんがしっかりついてきたんですね。いやしかし、ね、日本人勢が強いですね。さすが MX5 で鈴鹿サーキット。私も10年前に、実車の、まあ、MX5 というかロードスターですね、でいろんなサーキット走ってたんですけど、鈴鹿はですねさすがに、地理的に遠くて、まあ、あとはね走行料金が結構高いんですよ鈴鹿ですので、現役時代に走ることはかなわなかったんですけど、こうやってアイレーシングで走れるっていうのはね嬉しいですよね。危ない危ない、いや怖い怖い、うん、理想的にはこうアクセルずっと全開で抜けられればいいんですけど、なかなかタイミングがずれるとああいう風になっちゃいますね。さあ今のでしげるさんから結構詰められましたね。 0.6 秒差。ただ鈴鹿はそんなにストレート長くないので、スリップストリーム、メインストレートのスリップで抜け出すっていうのはなかなか難しいですね。逆に130ヤード手前で仕掛けるっていう方が多いように見えますね。さあこの S 字で引き離せるとね、このドライバー冥利に尽きるんですけど、うん、まだハンドルを曲げていかないと曲がらない、うん、ただここの逆バンクとかだいぶ走りやすくなってますよね、ベースライン比べると。さあこのダンロップ、ダンロップ、うん、なんとかカウンター当てながら、いやしげるさんを引き離すのは難しいですね。多分ずっと MX5 に乗られてる方だと思うんですけど、まあ、なかなかこのアドバンスド MX5 カップ、こうあのポッと来て、この1戦目ですね、今週はなかなか簡単にあの後続を引きちぎれるほど甘い世の中ではないですね。この SOF1600 1.6K とあの低い表示になってますけど、これスプリットが1つしかないからですね、2つのスプリットが分かれるともうちょっと高くなると思うんですけど、
まあ、ただあのスプリットが1つであろうと2つであろうと上位陣、速い上位陣はあの メンツが変わらないので、やっぱりあの表彰台を狙う、勝ち負けを狙っていくのは SOF とはあまり関係なく、なかなか大変だっていうことが言えると思いますね。さあ、しげるさんの、ごめんなさい、しげるさんですね、しげるさんのプレッシャーが来てますね。で、車幅感覚がまだよくつかめてないので、あの130ある手前のね、右側で軽く芝生を踏んで車幅感覚を確認しつつ進入していったりしますけど、うん、ここの試験員はもう早めに3速に上げた方が早いんじゃないかなという実験を今やってます。うん、この距離感ならオーバーテイクは大丈夫そうですね。さあ、レースは5周目、約半分を消化したところですね。あ、ここのやっぱ1コーナー2コーナーがしげるさん早いんだな。さあ、ここの S 字で引き離していきたい。さあ、前の周回遅れが気になる。うん、ちょっと今逆バンクはアウト側にハラミ気味だったんですけど、そしてデグナー、このねデグナー2があんまりインに乗ってイン側跳ねすぎるとやっぱりね曲がりきれないんですよね。あんまりデグナー2はイン側の遠赤攻めらんないですね。あ、ヘアピンもやっぱねタイヤが垂れ始めてきてますね。横グリップが落ちてきました。さあ、やってきました心のスプーン。ここもねスプーンはやっぱ上手い人早いんですけどね、私はその上手い人には分類されないと思いますね。ここのねスプーン出口の逆バンクがこうもうちょっとニュートラルステア気味に抜けていくと早いですし、実際レースシムコさんなんかはそうやって抜けてるんですけど、あのアンダーが出たまま、まあ、曲がっていくとあの遠赤をオーバーしてしまうし、遠赤オーバーしないようにブレーキングをしてしまうとだいぶタイムロスするので、あのスプーン出口は難しいですね。あ、今この試験はいい感じですよ。さあ、しげるさんと 0.9 秒、うん、ちょっと差をつけられたかな。いやー MX5 面白いですね。やっぱスキップバーバーと違って車体が重いので、このタイヤのマネジメントですね。私この MX5 のカップカーはラジアルタイヤかとずっと思ってたんですけど、すいません、 BF グッドリッチのスリックタイヤ、ワンメイク用のスリックタイヤだということでした。さあ、ニュートラル、ニュートラル、ニュートラルステアで、ここはダメだな、アンダー出てますね。うん、よしよし。ですので、あのタイヤの垂れが結構早いなと思ったんですけど、やっぱりスリックタイヤゆえの特性なんでしょうね。ああ、オフトラックつきましたけど大丈夫大丈夫。私が、実車で乗ってたロードスターも馬力的にはね、この MX-5 のカップカーと同じぐらいなんですよ。こっちがこのアイレーシングが180馬力で、私のも、ハイカムハイコンプ、免検と、燃焼室の容積合わせまでやっていただいて、180PS ちょいですかね、
あのオートバックスの車種代で測ってもらって出たんで、パワー的には同じなんですけど、筑波の、ね、ラップタイムがアイレーシングの4秒落ちとか5秒落ちとかなんですよね。で、いや腕がないなと思ってたんですけど、いやいやタイヤが違うよねと。なのでね、あのエンジン馬力は同じでも、まあ、ラジアルとスリックだったら5秒落ちても、うん、どんまいどんまいと、ちょっとね心が楽になりました。まあね、でもタイヤだけで5秒変わんないと思いますけどね。はい、というわけで気を取り直して試験員に侵入していきましょう。やっぱねタイヤの垂れが結構大きいので、ブレーキングポイントもこう徐々に手前からやっていかないとなかなかねうまく曲がれないってあるんですか。あれ、しげるさんが交代してる。うん、さっきまで130Rまではいましたよね。なのでなんかミスがあったのかもしれないですね、うん、ありがちなのは 130R の出口の縁石を踏んでイン巻きしてスピンだとか、あれはよくある危ないね、挙動なんですけど、さあこれで後ろのロックさん4秒差、これは楽になった。これはチャンスじゃないですか、もしかして。いや、この鈴鹿に来て第一戦で優勝のチャンスが転がり込んでくるとは思ってもいませんでした。これはね、ものにしたいですね。一番の目的はこの MX5 の方はチャンピオンシップポイント関係ありませんので、アイレーティングが上がればいいなと。まあそういう意味では優勝もね、2位も3位もそんなに変わらないんですけど、ただね、優勝できるチャンスっていうのはそうそう来ないので、やっぱりねこのチャンスはしっかりものにしていきたいですね。ただ後ろのロークさんが超速い人だったら困るんですけど、ただランクが B、 クラス B のアイレーティング 1.6K の方なので、まあそんなに超人的な速さの方ではないだろうなという推測はつきますね。ここのスプーン出口をもっとうまく曲がれるようになりたい。うん、それでも後ろのロークさんとは4秒差から 4.4 秒差に開きましたから、うん、これはもしかして久々の優勝来るか来るか。さあ 130R はインの縁石に乗ってもそんなに問題はなさそうですね。問題あるのはアウト側出口の縁石、あそこは滑りますね。ああ、そしてインの試験員の一つ目のクリップを逃しましたけど、大丈夫、まだ後ろのロークさんとは4秒差ある。落ち着いて落ち着いて、まあね、でもカーナンバー1ですもんね。うん、意外と最近あの今シーズンのウィーク1のニュルブルクリンク以降、このアドバンスド MX5 カップは出てなかったので、あのどういったメンツが来るのかなと思ってたんですけど、うん、先ほども言いましたけど思ったほど流行ってない。まあ、確かにねセットアップがあるので、うん、そのセッティングをしなくてもいいフィクストセットアップのグローバル MX5 カップの方がイコールコンディションでいいよねというのはあるかもしれないですね。まあ、ただシムコ3セットのね、あの1セット200円で、しかも、ベストラップ動画付きっていうのは、結構あのお買い得というか良心的なお値段ですし、まあ、実際そのセットを使って走ってみると楽しいし、なんといってもあの超絶テクニックのリプレイファイルが付いているというのでね、まあ、これはこれで面白いなと思うんですよね。あと、ウィーク1ですね、今シーズンのウィーク1のニュルブルクリンクはそういった、レースシモコさんがセットアップファイルを出す前でしたし、クレイグさんもねなかなか出してくれなかったので、私はずっとベースラインのセッティングで走ってましたね。まあ、それでも、ね、
配信を見てくださってる皆様はお分かりだと思うんですけど、ベースラインでもちゃんと運転すれば勝ち負けにはそこまでいけますので、まあ、セッティングできないから完全に不利っていうことはないんじゃないかなと思いますね。さあ今8周目ですね。まあ、燃料は、うん、まだまだ持ちそうですね。このアドバンスド MX5 カップの特徴は燃料の搭載容量が燃料タンクの 40% までしか積めないという規定があるんですよね。ですので、どのサーキットでも燃料は18リッターを積んでスタートします。で大抵の、25分と45分と2種類のレースがあるらしくて、今回の鈴鹿は25分の方なんですよね。で45分のレースになると下手すると2回給油しなきゃいけないという風になってきて、また戦略も違ってくるらしいんですけど、まあ、そこら辺が面白さなんでしょうね。で、まあ、鈴鹿の場合は給油しなくていいですよと。でウィーク1のニュルブルクリンクの時は25分といえど、あそこ1周8分以上かかりますから、ね、8分の3周だと24分なんで1分足りないんですよね。そうすると4周走ることになってたと思うんですけど、正しいかな、もうだいぶ、ね、おじさん記憶力が悪いのでだいぶうろ覚えになってきてるんですけど、まあ、そんな感じで、そう1リッターか 1.5 リッター燃料足りないので、その分リフト&コーストとか、ね、スリップストリームで走るだとか高いギアでショートシフトですねで走るとかしなければいけなかったんですけど、まあ、鈴鹿の場合は思いっきり走れるのでいいですねということが言えますね。やっぱりスキップバーバーに比べて、タイヤホイールがむき出しではないので接触して吹っ飛んでリタイアで、アイレーティングマイナス100ですっていうのはね、そういう危険性が少ないのがこのアドバンスド MX5 カップ鈴鹿はとてもいいなと思いますね。時間があったらね、連戦で出場してアイレーティングのかさ上げをしていきたいなと思うところなんですが、ちょっとね、このレースともう一戦ぐらいかな。で、日曜日のニュルブルクリンクの耐久の練習と、あとはなんといっても来週のオフィシャルのスキップバーバーのニュルブルクリンク北コースですね。まあ、コースはほとんど同じなんですけど、その2車種の練習をそろそろ本腰を入れてやっていかないといけないと。でね、オフィシャル終わった後はこうやってアフレコ作業もありますし、結構ね、私も今趣味ってアイレーシングしかないんですけど、それでもね結構忙しいんですよね。ですので、ね、あとは、あとはね、やっぱお酒も飲みたいですし ね、ねメタボなおじさんとしては晩酌が楽しみっていうのもあるんですけど、今日はねやっぱオフィシャルに出なければいけないので、ビールではなくてレモンソーダ水で晩ご飯を食べてこのレースに出ております。さあ後続また厚さんが、日本人が帰り咲きましたね。ロークさんを抜いてタイム的には結構バトルしてる感じですね。さあこのままゴールラインまで持ってけば久々の優勝が待ってますね。うん、よしよし、なんか6秒差あるとねだいぶ余裕を持ってドライブできますね。ただ、惜しむ楽は実車のロードスターでサーキットを走り回っていた現役時代に一度くらいはね鈴鹿サーキットを走っておきたかったなってのは思いますね。ただかなりね
遠い地域になるので、これ何かあったらね、やっぱサーキットを行って無傷で帰ってくる来れるとは限らないわけですよ。で下手したら、そのガードレールに接触して、アライメントが曲がって高速道路なんて走れないよっていうこともあるわけですよね。そうすると積載車のお世話になって、もしくはどっか地元のねプロショップに預けるとかしないといけないので、結構ね遠隔地はリスクが高いですよね。まあ、そういう意味では私の通ってた筑波なんかは首都圏に近いですから、まあ、なんかあってもなんとかなるかなってのあったんですけど、やっぱね遠征はね結構怖いものがありますね。さあ、最終コーナーを立ち上がって、まだありましたね。今もしかしたらファイナルラップかなと思ってたんですけど、そうですね、まだまだレースは続きます。さあ後ろの厚さん、さっき6秒差だったんですけど、ちょっと詰められてて5秒差まで来てますけど、まあ大丈夫そうですね。ここの逆バンクだよな、あそこがもうちょっとスムースにクリアできるようになるといいんですけど、結構アンダーステアをねハンドルこじって曲げていくようなドライビングになってますね。まあ、でも鈴鹿は今シーズン F3 で結構走ったので、まあ、それでアイレーシングの鈴鹿っていうのはだいぶ理解できた気がしますね。お、今一瞬芝生に乗ってしまいましたが、ヘアピンはハンドルこじって帳尻合わせるっていうのができますし、そんなにタイムロスにもならないので気が楽ですね。いや、しかしこのロードスターレースにこの超満員の観客ってのがすごいですね。多分F1 の前座レースなんだと思います。よくね、F1 の観戦に行くと最初に、マーチのレースとかビッツレースとかそれぐらいのクラスがあって、次に、ミドルフォーミュラ、ジュニアフォーミュラのレースがあったりして、で最後に F1 があるんですよね。なので私もテレビ観戦しかしてない時代は知らなかったんですけど、結構ね一日中見てられるもんだなって思いましたね。さあ試験を抜けて、でも早めに三速にやっぱり入れた方が安定はしますよね。横 G がかかった状態で入れなくていいので、さあ今度こそチェッカーフラッグ抜きました。いやいや、久しぶりの優勝でございます。いや、ありがとうございます、ありがとうございます。いや、嬉しいですね。カエルさんおめでとう。ああ、そしてありがとうございます、嬉しい。日本人の方からも祝福メッセージをいただきました。いや、ありがとうございます。うん、これはまあね、若干タナボタチックな感じもしますけど、優勝できてよかったですね。というわけで、スタートラインの後から、リプレイを見てお別れしていきたいと思います。いや、このね、スタートもね、チャンネルスタートっていうね、ロケットスタートを決める技があるんですけど、ちょっとねうまくいきませんでしたね。1速は良かったんですけど2速で失敗しました。さあここで、後ろの厚さんが若干アウトにはらんだんですね。これで展開が楽になったというところですかね。いや、でもしげるさん早かったですね。ミスしてくれなかったらどうなるか分かりませんでした。
はい、というわけで、まだ日程には余裕があるので、もう一戦くらいですね。いや誰か歌ってるし、もう一回ぐらいこのアドバンスド MX5 カップに出場して、でそれから、耐久の練習ですかね、そちらに入っていきたいと思います。はい、というわけでチャンネル登録高評価いただけますと、これね、高評価とかいただけると、あの私もなんでなのかなとは分かんなくて、あの他の YouTuber の皆さんの猿真似をして、お願いしますって言ってたんですけど、どうも YouTube からのおすすめ動画に上がってくる確率が増えるみたいなんですよね。その、特に高評価ボタンがあると他のレースを見てるユーザーにもおすすめっていう風に出てくるので、まあ、より人の目に増える機会が、上がるということらしいです。というわけでぜひ皆さん高評価ボタン、ね、あと、チャンネル登録いただけますと、嬉しいなと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ガエルチャンネルでした。